皆さん、こんにちは。西庵防災部です。いつもご視聴いただき、ありがとうございます。いつも気になる、三峡ダム。このチャンネルでは、中国三峡ダムの最新情報と、気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほど、よろしくお願いします。3月1日、地上波では全く伝えられない中国三峡ダムの現況です。長江水利委員会によると、今朝8時の時点で水位は 156.88 メートルです。先月27日と比べると23センチの上昇。最近はだいたい1日10センチ前後のペースのようです。ダムの貯水側で見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。今朝9時のデータを見ると、上流の観測所での流入は毎秒7240立方メートルで、三峡ダムは毎秒7100立方メートル。このため、ダムの直近と南側の川からの流入の合計は推測不能です。上流の観測所は7000台半ばあたりが続いていましたが、だいぶ下がってきているようです。一方、今朝7時の放流量は毎秒6070立方メートルです。半で押したように毎回同じような値ですね。単純計算になりますが、 20% 程度の発電状況、6基前後のタービンが稼働していると推測されます。今は衛星画像でしか三峡ダムの様子を知ることはできないのですが、大洪水が発生していた頃はリアルタイムの映像が流されていました。またライブカメラの復活を期待したいところです。西庵チャンネルです。いつものように、三峡ダムの貯水位を確認しておきます。水位が上がり出してから、かれこれ1ヶ月近くになります。急激な上昇ではなく、じわじわと上げてきました。これから春に向け、ダムの水位はどうなるでしょうか。今のところ、しばらく、緩やかな上昇は、続きそうな感じです。去年の今頃は、168メートルあたりでしたから、依然として、開きは大きいようですね。西庵チャンネル。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。中国、アメリカ、日本などの TikTok 使用禁止を批判。朝鮮日報が伝えています。記事によると、中国は先月28日、アメリカなど世界各国で、中国の動画投稿アプリ、TikTok の使用を禁止したことに関連し、企業に不当な圧力をかけるのは、やめよと批判。中国外務省の報道官は、定例記者会見で、アメリカが国家安全保障概念を一般化し、国家の力を乱用して、他国の企業に不当な圧力をかけることに反対すると述べたそうです。また、世界一の大国であるアメリカで、若者たちが好むアプリを恐れているのは、自信がないということだと主張しました。以上、中国、アメリカ、日本などの TikTok 使用禁止を批判についてお伝えしました。西庵チャンネルです。今のニュースについて少し。何かと話題の TikTok ですが、皆さんはスマホにアプリをインストールしていますか？中国の報道官はいろいろ威勢のいいことを言っていますが、あちらでは Google や Twitter など海外のサービスが利用できないことをご存知でしょうか？抜け道はあるようですが、 YouTube も見れないそうです。そしてウェブ検索は Baidu、 SNS は Weibo など国内サービスだけが利用できます。自国では禁止しているツイッターですが、海外向けの官製報道ではツイッターが多用されています。日本向けにも工作活動の一環と思われる人物が日本に親しみを匂わせつつ発信していました。詳しくは言えませんが、その人物、去年の12月ツイッター社にアカウントを凍結されました。あちらでは通信の秘密なんてのはなく、政府にとって不都合な内容は検閲され、勝手に削除されます。その国が他国に対してああだこうだという理屈が全く理解できません。まさにお前が言うな状態。こういうことを平気で国家の担当者が言うという神経が理解できないですね。さて、視聴者さんからの情報によると、しばらく動画を見ていないとチャンネル登録が意図せず外れる現象があるようです。前回の動画でこの件お伝えしたところ、同様のことが起こっていたとコメントいただきました。YouTube の仕様なのか、不具合なのかは不明です。お手数ですが、今一度ご確認いただき、登録が外れているようでしたら、再登録していただければ幸いです。西庵チャンネルです。こちらはダム周辺の月別、年間降水量になります。今日から3月、
例年通りなら、これから徐々に雨の量が増えていく時期となりますね。ウィンディーで向こう1週間の予想を見てみましょう。三峡ダム周辺での雨はないものの、丸印で示したあたりは雨の予報がで出しています。最上流で降った雨が長江に集まり、時間をかけ三峡ダムへ流れ込むでしょう。じっくりコトコト。続いて日本です。こちらはお昼2時までのレーダーの実績。ご覧のように九州から山陰地方にかけてまとまった雨雲が流れてきています。博多湾のライブカメラを見ると、雨粒がカメラについているため、結構降っている模様。一方、東日本から北日本では、晴れ間も見られます。これから、花粉が活発に飛散する季節。できる備えはしておきたいものですね。さて、2021年7月、中国中部の鄭州という町で、悲惨な事故が発生しました。大雨により、町が水であふれて、地下鉄やトンネルが冠水し、多くの方が亡くなったというもの。覚えておられる方も多いのではないでしょうか。増水の原因は、近くにあるダムが決壊しそうになったため、関係機関に連絡することなく、放流をしたため、とも言われています。当時のニュースを調べてみると、一連の大雨で、地下鉄では、死者は12人と発表されていました。7ヶ月も経った1月になって、トンネル冠水も含めて死者が398人と公表されることに。この数字だって怪しいものですね。139人については隠蔽があったと認めています。この件に関連して8名が逮捕された模様。おそらく遺族などから発表された数字がおかしいとプレッシャーがかかり、しぶしぶ数字を変更したものと思われます。できるだけ被害が少ないように発表して、その責任問題について火の粉が自分たちに降りかからないようにする。そして日が経てば人々は忘れるだろうというやつです。こういうことがあるから、あちらの発表する数字は信頼性がゼロになるんでしょうね。前から分かっていましたが、水位情報などもまず疑ってみないといけないなと改めて思った次第です。動画の内容が良かったと思われましたら、グッドボタンを。今一つやなぁという場合はバッドボタンをお願いします。YouTube の AI ロジック的には、グッドでもバッドでもアクションがあるのが、チャンネルパワーを上げる要因の一つになるようです。毎回お手数ですが、どちらでも結構ですので、一手間、アクションいただければ幸いです。